性へ変化したオチが入ったカリスを捧ぐ巨する。荘厳ミサトリエントミサは1570年に定められて、以降1970年頃まで全世界のカトリック教会で共通して用いられたミサの様式。式文のほとんどがラテン語でピオゴスイ、ミサ、伝統的ラテン語ミサ、聖伝のミサなどと呼ばれることもある。 1970年以降、第二バチカン公会議の精神に従って新たに定められた各国語によるミサ形式が用いられるようになり、トリエントミサが行われる機会は少なくなったが、一部の教会やグループが教皇庁と所属司教からの許可を得てトリエントミサを行っている場合がある。なお、トリエントミサのことをラテン語ミサと呼ばれることもあるが、 パウロ6世イミサもラテン語で取り行われることがあるため、言い方としては、やや不正確になる。また、ミサ式文のほとんど全てが、ラテン語だが、一部にギリシア語とヘブライ語の言葉が入っている。トリエントミサという名称は、16世紀に行われたカトリック教会の公会議から取られている。この会議において、それまで、 バラバラだったミサの様式を統一することが決議され、1570年に、教皇ピオ五世の名で、ミサ天書の基範版が発表された。ピオ五世は、世界のカトリック教会でこの様式を用いるよう、命じたが、1370年以前に遡る、天礼様式を保持する地域に関しては、例外とした。このミサ天書は1604年、1634年、 1888年、1920年、1955年、1962年に改定されている。教皇ピオ5世は、1570年7月14日月で、大直霊、クオープリームムテンポレオ出し、ローマのミサ天礼様式に従うローマミサ天章、永久に有効なミサ制裁として義務化した。これが、いわゆる、トリエントミサである。 ただし、教皇ベネビクト十六世によると、厳密に言えば、そもそも、ピオ五世によって、新しくなから創造された、聖ピオ五世のミサテンショなるものも、トリエントミサなるものも存在しない。トリエントミサという言い方は、厳密には正しい言い方ではない。成長の長い歴史における一つの段階として、聖ピオ五世によってなされた改定があるのみであり、ピオ世は、ただ、 少なくとも200年以上の歴史を持っていることを証明することができない、天礼様式を使っている地域にローマミサ天書、すなわちローマで使われている、ミサ天書が使われなければならないことを決定しただけであった。しかし200年以上の歴史がある天礼を持つところでは、どこでもそれを保持することができた。いわゆる、トリエントミサなるものは、歴史的に成立してきたミサ天書また、 人間に先立って、神から与えられたものとして、ピオ五聖によって制裁された、古代教会の生態秘石書以来、何世紀も綿々と続いてきたミサテン書である。このミサテン書は、決して、学者たちの仕事、法律家の権限によって作り出されたものや、人間の最良の領域のうちにあるものではない。そのため、2007年7月7日に出した、自発教料、 スンモールム・ポンティフィクムでは、ベネディクト16世は、トリエント・ミサとは言わずに、セピオ5世が発布し、副社ヨハネ23世が、改めて発布した、ローマ・ミサ天礼書と呼び、同時に、ミサ天礼の、特別な形式とも言った。天礼学者、クラウス・ガンバーによれば、ローマ天礼様式は、その重要部分が、少なくとも4世紀、より正確に言うと、 教皇ダマソ一世の時代に遡ることができ、その後の教皇ジェラジオ一世の時代のミサノリフミは、大将グレゴリオ一世が手をつけた、わずかな変更を除いて、現代にまで伝えられている、形のミサノリフミそのままであることが確認できる。五世紀以来、教皇たちは、ただ一つのことを要求してきた。それは、ローマノリフミを使わなければならないということであった。なぜなら、 教皇たちの理由は、この乗り踏みが、首都製ペトロに由来するものだからだ。しかしその他の部分に関しては、地方の教会の習慣が尊重された。ミラノを中心に行われていた、アンブロジウス天礼、トレドとマドリッドで行われていた、モザラベ天礼、12世紀以来の伝統を持つ、カルメル海、カルトゥジオ海、トミニコ会の独自の天礼様式などが認可されていた。 しかし、天霊様式はそれぞれ異なっても、それらを統一するものは、ローマの理ふみであった。これは、五世紀以来の教皇たちが、使徒性ペトロに由来する、というの理ふみであり、どの天霊様式であろうとこれを何も手を付け加えずに、使用してきた。教皇たちは、このローマの理ふみが、使徒ペトロからの聖伝に基づくと何度も繰り返し述べて、きたからである。その理由は、 教皇には、教会の最高牧者として聖伝の天礼様式を廃止する権能があると述べられている文章は、カトリック教会法典を含めて一つも存在していないからであるし、事実、パウロ6世がそうするまで、教皇たちは固有の意味における三差式次第には一切変化を加えたことがないからである。また、教皇ベネディクト十六世は、いかなる権威当局も天霊を、 作り上げることはできない。教皇は、天礼の同質的な発展、天礼の完全性と、その同一性の永続のための謙遜なしもべに過ぎない、と述べている。しかし、トリエント公会議以前、ミサの形式は、国や地域によって様々で統一された様式が、なかった。宗教改革運動の波及に対して、カトリック教会の求心力を高めるためにもミサの、 洋式の統一が緊急課題となった。またプロテスタントの教会では、従来のミサのやり方を色々と改めたりミサそのものを廃止するなどの動きが盛んになったこともあり、個人によるミサの改変を防ぐためにもミサ様式の統一が必要であった。16世紀にピオ5世が実行したことは、それまでローマと西欧の多くの地域で使用されていた。 ローマクリアのミサテンショーローマミサテンショとして1570年に出版したことであり、ピオ5世によって出版されたのは新しいミサテンショではなかった。ピオ5世は統一されたミサ様式の使用を求めつつも、200年以上の伝統を持つミサ様式に関しては存続を認めた。認められたものの中には、ミラノを中心に行われていたアンブロジウス天礼 トレドとマドリッドで行われていたモザラベ天礼などがあり、12世紀以来の伝統を持つカルメル界、カルトゥジオ界、ドミニコ界の独自の天礼様式も認可された。ポルトガルで行われていたブラガ天礼などの様式は、この時に失われたと考えられている。ピオ5世はこのミサ様式の改定と統一の意味を、初代教会と恐怖たちの天礼様式に立ち戻ることと考えていた。 トリエント公会議以来のミサのあり方を見直す作業は、教皇ピオ十二世による1955年の、聖週間のミサの改定から始まった。これによって従来行われていた聖金曜日の伝統的なミサは廃止され、キリストの死を悼むという意味で、生体廃料のみが行われるようになった。同時に聖木曜日の荘厳な晩化も廃止された。このような改革に対し、 伝統が失われるという非難の声も上がった。1960年、教皇ヨハネ23世は、聖金曜日の天礼で用いられていた、ユダヤ人を指す言葉、ペルフィディスという部別的な表現の削除を命じ、2年後の1962年に、ミサ天書の全面改訂を行うに至った。ヨハネ23世時代には他にも様々な、天礼改革が行われた。 例えば第一法見文の中に、聖ヨゼフの名前を加えること、聖エペトロの死と座といった政治的な意味合いの強い、祝日や、聖フィロメナなどの伝説の聖人の祝日の廃止、14、もあった、大祝日前の8日間の祝いの廃止などがある。1963年12月4日、第2バチカン公会議の第2回期において、ミサと天礼の問題が討議された。 1964年から1969年にかけては、ミサの内容に少しずつ手が加えられていった。祭壇に上がる前に唱える紙四辺42とミサの終わりに唱える福音が廃止されたものの、この頃はミサ自体は依然、ラテン語で行われていた。そして、教皇パウロ6世は、公会議の決議に従った、天礼改革に乗り出し、 1969年4月28日の数期協会議でミサの新しい式次第について予告し、同年5月2日に首都憲章ミッサーレ・ロマヌムを1969年4月3日付で交付して新しいミサの様式について解説した。パウロ6世の新しいミサとその総則は1969年4月3日の 承認後に何度も修正が加えられ、公式の規範版が発表されたのは、1970年3月のことであった。新しいミサの使用開始の正確な日付は、ミッサーレ・ロマーヌムにある通りの、1969年11月30日町ち公設、第一手術ではなく、事実上、1970年から、新しいミサの規範版が用いられることになった。 パウロ6世のミサを批判する人々の中にはミサの様式が改められてからミサへの参加者の減少、司祭や修道者の減少などが起こったというものもある。教皇ベネディクト16世は私たちが今日経験している教会の危機はあたかも神が存在していないかのようなの原則に従って行われた。 改革の結果である天霊の崩壊が原因であると私は確信しております。と述べている。ミサ制裁第2バチカン公会議以降のカトリック教会におけるトリエントミサは1984年に発表された天霊秘石賞の書簡クワットル・アビニク・アンノスと1988年の教皇の首都的書簡エクレジアデーに示されていた通り トリエントミサを上げるための規制が定められていた。2007年7月7日に、教皇ベネディクト16世は、自発教領、スンモールム・ポンティフィクムを発表し、それまでの、クワットル・アビニク・アンノスとエクレジア・デイに定められた、トリエントミサの虚構に関する規定をより寛大な、ものへと変更した。クワットル・アビニク・アンノスでは、各教区において司教が、 神徒の要望があった時にトリエントミサを許可する権限を与えるとしている。エクレジアデーでは伝統あるトリエントミサに対しては現代においても常に敬意が払われなければならないと教皇が述べている。1962年版のトリエントミサを立てる許可は教皇庁から直接与えられるだけでなく各地域の司教にも許可する権限がある。実際、 現代でも多くの申請があり、許可が与えられている。教皇庁の許可のもとにトリエントミサを立てている団体の所在地リストは、ウナボチェというグループのウェブサイトから知ることもできる。スンモールム・ポンティフィクムでは、聖ピオ5世が発布し、副社ヨハネ23世が改めて発布したローマミサ展霊書が決して廃止されていないこと、その虚構が自由であることが確認された。 この自発協領の重要な点は次の通りである。聖ピオ5世が発布し、副者ヨハネ23世が改めて発布したローマミサ天礼書。このあがむべき古くからの天礼の使用に対して、ふさわしい敬意が払われなければならない。副者ヨハネ23世によって発布され、決して廃止されたことのないローマミサ天礼書。規範版に従って、 教会の天礼の特別な形式として、ミサの生けを行うことは許される。ラテン天テ礼ンのカトリック教会の司祭は皆、教区司祭と修道司祭の別に関わらず、杉越の聖なる三日間を除くすべての日に、1962年に、教皇副社ヨハネ23世が発布した、ローマミサ天礼書と、1970年に、教皇パウロ6世が発布した、 ローマミサ天礼書のいずれをも用いることができる。いずれのミサ天礼書に従って、このような天礼を行うにせよ、司祭はそのために、使と座ないし自らの災地権者から許可を得る必要はない。信者も、上記、第二項で述べたミサに預かることができる。修道会が、修道院としてまたは、共同体として、自分たちの礼拝堂で、1962年に、 発布された、ローマミサ天礼書に従って、ミサを行うことを望むなら、それは許される。小教区の主任司祭は、すべての事柄を十分に考慮した上で、霊魂の全益が求める場合に、洗礼、結婚、許し、描写のというの秘跡を執行する際に、以前の天礼を使用する許可を与えることができる。祭知権者は、霊魂の全益が求める場合に、 以前のローマ司教典礼書を用いて、献身の秘跡を授ける権能を与えられる。除解された聖職者は、1962年に、発布された副者ヨハネ23世のローマ政務日課を、用いることもできる。畜細地権者は、適切と考える場合に、以前のローマ典礼の形式に従って、典礼を行うために、教会法第518条に基づく。 俗人小教区を設立するか、教会主管者司祭内主団体付け司祭を任命するべきである。2011年5月13日には、自発教領、スンモールム・ポンティフィクムの適用に関する指針、ウニベルセ・エクレジエが発表された。この指針は、エクレジアデーイイン会委員長である、レバダ・スーキ教が署名し、教皇ベネディクト16世が承認している。 その要点は次の通りである。トリエントミサを廃止することは、絶対にできない。前の世代が神聖なものとして持っていたものは、私たちにとってもまた神聖であり、偉大なままです。それゆえ、それが、突然全く禁じられるなどということはありえませんし、また有害であると考えられることさえありえません。ローマ天礼様式の特別形式の虚構をする、権能は、 すべての司祭に与えられている。自発協領、スンモールム・ポンティフィクムの条項により、そのようなミサを許行するために、教区長または、上長からのいかなる特別の許可を必要としない。献身政務日課、儀式書の古い形式を自由に使うことができる。ありがとうございます。